ちょっとリンクっぽいですよね。そうなんですよ、ね、うん、はい、カラー的にリンクコーデで可愛い自由工作だね、もう完全自由工作だよこれ夏休みの自由工作がこれ子供たちによってやっぱね、頭の中イメージ全然違うだろうし、うん、うん、いろんな作品ができそうですよね。いや、ね、子供たちの発想力がすごすぎて今ちょっと不安だもんね。俺もこれとりあえずやってるけど大丈夫かなっていう。これは魚ですよ誰今めっちゃ笑ったの。シェリが海行くんだったら俺山で行くよ。山で懐中電灯で照らしたら、あ、すごい虫がたくさん寄ってきて捕まえたよみたいな。え、めちゃめちゃアーティスティックえ、やっぱこう海だったり山だったり学ぶことも多いし、やっぱ自然っていうのはやっぱ一番の先生だから、こう自然の大切さを学びながら生き物のこう素晴らしさをちょっとスッとこれを下ろしていいですか学んだような作品にしてみました。花火、ああ、いいじゃん、すごいすごい。花火ね、拍手出てるし、拍手。コロナ禍で花火の花火大会が中止になっちゃったりとかして、多分今の小さい子たち花火を見るっていうこともなくなっちゃったのかなとか、あとはやっぱりその花火ができる場所が限られてきちゃったりとか、そう、花火っていうものをちょっとね、なんか子どもたちと一緒に見たりとかやったりとかしたいなって。上手。このパネルすごいね。夏の予定ということですか。はい、やっぱ自然から学ばせるってさっきもおっしゃってましたけど、言いましたけど、まあ子供たちにそういう経験させたいよね。そうだね。もちろん海も行きたいですし、川も行きたいし、山も行きたいし、こう親が教えるプラスアルファを子供たちが持って帰ってきてくれるので、それがすごく家庭にもなるし、まあ、親はその中で安全面だったりとか、まあ、こうちゃんと、ね、こう目の届く範囲で見てあげてやると、やっぱ子どもたちは自然と伸び伸び、俺らがこれを学んでほしいじゃなくて、あ、そんなことも学んだのっていうことをたくさん持って帰ってきてくれるんで、絶対連れていくよね。うん、今年の夏は行きたいです。はい本当に今年の夏は早い段階からもう猛暑続きで、でもやっぱりその子どもたちは家の中で遊びすぎたりとか、家の中にこうこもりすぎるとどうしてもやっぱりこうストレス溜まりがちで、なんかこう外に出さなきゃいけないっていう親の気持ちが多分あると思うんですけど、そうなるとやっぱ熱中症とか、あと日焼けだったりとか、大人以上に地面に近かったりするので、そこを見守る親の紫外線も気になるし、もう常に気を張って熱中症にならなきゃって水分を気にしたりとかしてるのも結構お母さんたちとかは大変だと思うので、本当室内でここでこう遊べて学べるっていうのはめちゃめちゃ素敵だなと思います。親も日焼けしないよ、ここだと。本当だね。ありがたいよね。日焼け止めもね。